してきました。初めてかも、ネクタイなんて。今日はちょっと暖かくなりそうですね、うん、昨日まではちょっと寒かったんですけど。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。流れの中で反対で、あの例の流れの中で一曲通してやった時の中で結構しっかりどうだろう、ピンでやったらいい、うん、って言っても、うん、結局どんなのをやればいいのか分かんない。あーなんかドキドキしてきた。はい、お待たせしました。もう一回やっていいですか。はい、はい、もう全然やってください。続けて大丈夫。はい。じゃあここは？よかった。本当？うん、もっと堂々自信いっぱい。はいはい、わかりました。自信たっぷり。はい。はい、お待たせしました。外行きまーす。はい、本番お願いしまーす。履かないでしょ。履かない、ね、生まれて初めて履いた。マジで生まれて初めて。はい、じゃあ回した。はい、本番お願いします。かわいいでしょ。こんにちは。はじめまして。そんな声じゃないじゃん。どんな声なの？めちゃめちゃ親切。これかわいいよね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あと向こうのライトアップ。なんかだんだんこう朝になってきたというか、朝だったけどなんか動いてきた気がする。みんながヘリコプターが飛んでるし、空も青くなってきた。また変身します。今度は可愛いワンピースかな。ワンピース黒の、はい、入れます。さっきと爪まで変えたの。すごく不思議な感じ。お待たせしました。はい、また行きます。
ました。お待ちしました。やるよ。ほら、タップでやるって言ったもん。ちょっとやってみて。どうやんの？どうやんの？私の何が違ってたっけ？ちょっとだけだったら。ちょっとだけでいいって。うん、梅ちゃんいいって。いい？いいって。え、なんだろう。わあ、すごい。本当にやってるよ。うん、ゆうかタップ好きなの。すごい。これ、この靴本当にタップ。できそうだよね。うん、すごいね。いけるじゃん。いける。頑張るよ、タップコーナー。タップコーナー。あ、ください。来たよ。ちょっと、ぽかったよ。あ、ぽかったって、やった。見本見たからね。ちょっと偉そう、私。先生だよ。よかったよ、ちょっと。おめでとう。おめでとう。おめでとう。はい、お願いします。お願いします。よろしければ行きましょう。はい、よろしければ。はい、早くから起きてるからもうお腹がピコピコです。なんでスタートで、あ、ね、美味しかった。いっぱい食べたら眠くなっちゃう。お仕事です。はい、頑張ります。本当だ。いやー眠い。頑張ろう。お待たせしました。大丈夫です。はい。あの、あれで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ピアノが聴けますよ。びっくりした。早いよ。あ、はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Thank you.
これを取らせていただいて、でこんな感じの、はい、ちょっと頑張って描いたんですけど、これドリーちゃんなんですね、うん、ドリーちゃんですね。梶浦さんはこれから一人でピアノのシーンを撮って、優香はまたお着替えです。今日何着目？4着目？4着目すごい。はい、わかりました。復習しておきます。すごい絵に、映画のワンシーンみたいな。ゆかちゃんもうちょっとで終わりだな。最近だったら話は別だよ、話は別だ。コリキー、コリキーこっちお願いします。コリキー、コリキー、コリキー大丈夫。はい、サバ、サバって呼ばれた。はい、よーい、スタート。映画見てます。じゃあ今日はこれで終了です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。
35カ所ぐらいやりたいですね。なんで35カ所その映像が多分ライブ会場で流れるよくわかんない そうだね、そんなこと言いましたねっていうような全国35カ所そうだ、すごいですよ、すごいいきなりいきなり35カ所35カ所日本全国何件あるでしょう。今年もおいしいものいっぱい食べて、なんでこうなるそっちかよいっぱい食べて、いっぱい歌を歌って、そしたらまあ素敵な22歳を過ごせるかなと思ってます。はい、頑張りますのでよろしくお願いします。なんか面接みたいな誰に向かってアピールするのか分かんないけど、まあ、まあいいや、本当でした。はい、さよなら、おめでとうございました。ありがとうございました。可愛かったですと言ってみる。今日は綺麗だったね。ありがとうございます。いつだって綺麗だったね。 ありがとうございますでも今日の感想じゃあ一言。そうですね、ともかくどんな映像になるのかすごく楽しみです。私が参加したのは2人で一緒に演奏してるとことピアノ弾いてるとこが、あとはまあ見てる状態だったんですが、いろんなね、いろんなタイプのさまざまな衣装とかカットがあるので、一体これがどんな PV に仕上がってくるのか、でもすごいかっこよくなるような予感がしてて見るのがとても楽しみです。はい、はい、そうですね、なんか今どういうこう完成形になるのかっていうのがまだ想像が全然つかなくて、うん、私とかは本当いろんなタイプの衣装着たので、なんかなんて言うんだろう、いろんなこう優香がいて、それがどうやって一つになるのかなっていうのがすごい楽しみなのと、うん、まあ梶浦さんのクリスタルのピアノ華麗な演奏が、はい、クリスタルのピアノになるって聞いた時ちょっとびっくりしたんですけど、うん、でもすごいかっこよくて、すごいかえって軽くて、ね、なるほどここは合うなと思って、うんうん、すごい多分素敵だと思います、うん、私は結局見てないんですけど前で歌ってたから、うんうん、演奏してるところが楽しみですね。どのカットもチラッとしか見れ、やっぱ見れなかったんだけど、うん、どのカットも一カット一カット全部すごいかっこよさげだったので、うん、はい、楽しみですね本当に。絶対かっこよくなると思う、うん、とか言っちゃった、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました